このパラセールが入ったのはでかい。お馬さんをさ、早いところ手に入れてもいいけど、ひとまずはね、自分の足で立って歩け、前へ進めをやりたいんだよね。影、圧倒的影。非常に何でも食べれるリンクくん。しかし、火の通った食べ物しか今回食べれないということにします。それはつまりどういうことか。あーあ、ちょちょちょ。お。あ、ちょ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 。ほら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 。これで、ほら、焼き獣肉。あぶら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 。焼き獣肉になりました。これで、食べれるってわけ。過酷であり、それ以上に美しいこの大地を生き抜いていくというのが、今回この縛り実況のドキュメンタリー内容である。これはもうもはや実況ではない、本当のサバイバルなのだ。皆さんはそのサバイバル生活に得てして巻き込まれてしまった。それを幸か不幸か思うのはあなた次第。さあ見届けるがいい、我らの戦いの結末を。あ、コロちゃんだ。あ、コロちゃん、さつまいもだ。僕はね、秋が大好き。季節としては秋が大好きなんだよ僕。でね、今ね、僕個人的に一番嫌いな季節に差し掛かろうとしている。もはや差し掛かっている。何か分かりますよね。春。そう、春だ。何かって花粉が飛ぶからだよ。もう本当やだ、マジ花粉。本当に嫌だ。僕は本当に嫌だ。あ、鍋あった。やべ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 。どんちゃん騒ぎしてるマジで。なんかデビルマンでそういう、こういう景色見なかったか、つい最近よ。デビルマンの牧村家前でよ。というわけで、なんだかんだ双子の山の塔の解放をいたします。マップよ、入れよ。めっちゃ飛んでない？そっからちょっとそれ、なんだったらこれちょっと、橋渡しできるんじゃねえか？こっちの道沿いなんですよね、かかりこ村。さあ、侵入するか、否か？否ですか？みんなの目が肥えてるからよ、もうぶち山さんじゃないとダメでしょ、どうせみんなのことだから。もうぶち山さんじゃないと納得しないんでしょ、わかってます。わかってます。ヌルポガなんでしょ、はい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 。向こうにもいる、気高そうな馬もいる。ぶち山さんじゃないでしょ。お、もうぶち山さんじゃねえかよ。ちょっと待て。見つけたわ、速攻でこれ。ブチヤマさんきっと見つけた、あれ。もうブチヤマさんだわ。放牧したブチヤマさんだ、きっとあれ。え？ちょっと待って、ごめん、ブチヤマさんこれ、なんか足腰がなんかやけに屈強なんだけど。マジで、寒冷地仕様みたいになってんだけど。いや、なんかほんとなんか、強化バージョンみたいな、足腰が、なんか足腰が、しつこいようだけど、なんか足腰、あれ？なんか顔も違くね？優しそうな顔してない？あれ？これお馬さんというより牛では、牛山さんでいいんじゃないか。もう牛山さんで登録しよう。もうやっぱり記念すべき今回の友、牛山さん。牛山さんあ、しまった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 、待て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 、牛山で静かになるまで30秒かかりました。牛山さん行くわ。おめえやっぱ足腰絶対これ鍛え方ちげえわ。筋肉が喋ってるわこれ。おしゃべりな筋肉してるわこれ。そこ草生えてるんで、宇治山さん、お草生えてるんで。そうですそうです、入られそう。おめえハート1個回復すんの？やるねやるね。資金調達じゃ。鉄のハンマー壊れそうとかって、もう僕これ今年入って一番悲しい出来事だわ。わっ、日暮らしが泣いてます。よし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 、出ました、かかりこ村です。ほっとしますね。夜分遅く失礼してますよ。おお、ああ、くっそー、ゴールデンレトリバー。かかりこ村、カラン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 。おばあちゃんに話しかけるまではテンプレートですよ。あいたたた、どうしたの？大旅の方、少し足をくじいてしまいましてね。よっこらしょっと。大きい。おばあちゃん大きい。出た！パエ、出た！お前もう11時、夜の11時、お肌のゴールデンタイムや、いかに。パエちゃん、パエちゃん。
わあ、かわいい男の人。うん、顔見せて。えらい若者来たな。やっと目覚めおったか。すいません、またダウンロードコンテンツのオートバイス。久しのリンク。お久しぶりです。すっかり年を取ってしまったが、覚えておるじゃろ。ああ、覚えてるさ。何はともあれですよ、予言された厄災ガノンの復活に備えるべく1万年前の伝説に倣い、我々は準備を急いだ。しかし結果は、なんともまあいかんともしがたい。我らはキャッツを侮っておった。そして二度と同じことを繰り返さぬよう、姫様はそなたにこの言葉を託されたのじゃ。たまえ、四体の神獣を解放せよとな。四体の神獣、わかった。話が早すぎるこの若者。四体の神獣を解放せよ。しかしそのシーカーストーンはまだ完全ではない。ゼルダ様が残されたそれは道しるべ、そしてそなたの記憶そのものなのじゃ。そうだの。果ての村、出たー。果ての村の古代研究所なら力になってくるかもしれんぞ。わかった。話が早すぎるこの若者。ゼルダの道しるべ、そなたはゼルダ様のこのハイラルの希望なのじゃ。さあもう後戻りはできん。できんぞ。己の心に従い突き進むがよい。はい。こっちをね、果ての村に行くとなると左向かうんですよ。こっから塔も解放しなければなりませんが、えらい。まあ、キュンちゃん、キュンがいるわ。キュンがいるのよ。キュンがいるわ。キュンがいるのよ。はい。お、ブチヤマさんとここの崖から一回落ちたの覚えてるわ。お、久しいなマラカスくん。あ、キュ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 、ごつい。アタックを仕掛けろ。アタック。いいね。この牛山さんも慣れてきたんじゃないか。そうそうそう。さあついてきましたよ。しがらみがあるでしょ。文字通り物括弧物理のしがらみがあるでしょ。これ。これね、我々はどうするべきか。さあ牛山さん。お疲れ様でした。果ての塔、ゴンスケを見たのを僕は見逃していない。保護色圧倒的。どこに行ったかもうわからない。背丈が同じだもん。草がこれも。リンゴはあるけどもかな。どこだ、ゴンちゃん、どこ行ったの。肉を調達したかったんだが、もう獣こうなるともう見分けがつきません。どうにも。やばい、雨。雨は大丈夫なんですけれども、あー、これ大丈夫じゃないかもな。いやこれどうしよう。ちょ待って待って、あ、にわか雨かもしれん。狐の嫁入りか。これ見たらわかる、きついやつやん。あ、でも案外ギリギリか。あのギリギリの火事場のクソ力を使ったらどうにかなるかもしれない。これ厳しい。ちょっと待って、ギリギリ、マジで、ほんとギリギリチョップ、マジで。これクソ力、火事場のクソ力って危ねえ。一波乱二波乱ありましたけれども、はい、果てのの塔です。ズン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 。綺麗ね。これダイナミック乗馬していい。いや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 、現実味があるね。ここだ。うますぎんか。シンクロ率 400%。 人間に戻れなくても大丈夫です、リツコさん。いきます。あー、ブルシスか。自然の起きてな、ごめん。来たー、見逃せんで。いやもうやりやがった、ほんと。これで逃げる僕たちは明日笑えるか。君たちはうまい。今のうちかと思いきやー。
重い、うわー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 、まだいけるか、こいつぐらいはなんとか倒せるんじゃねえか。よし、コンボ、コンボ、早い。くっ、うわー、くっそ。がしかし、一体ボブリン、角、爪、牙、爪と牙がもうわからん、どっちも。はい、回復。よし、ここでいくか、なんとか。敵倒すのも一頃。お前ちょっと待て、イノシシ、いや食べてる、あー食べてる、くそ、危なかった。よかったな、よかったな、君たち。果ての村、物騒やの、周辺が怖いことになっとるよ。来ました、果ての村。おお、違うの、そう、通して。あー、坊主、あー、坊主、お前気になるなんかあるんだってな。あ、ねえ、僕すっごいもん見つけたんだよ、見たい。あー、見たい。うん、じゃあついてきて。おや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 、あらららら、不吉なものが見えました、デビルマン。ここの人はちなみに激怒します。うわー怖い、殺さんとしている今。もう誰かで見かけた人、怪しい人。果ての古代研究所です、頼もう。よよ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 、玉ねぎか。こんにちは、ここは果ての古代研究所でございます。所長にご用ですか。そうです、所長なら奥でございます。何分多忙の身ですので手短にお願いしますね。あら、しっかりした方、こんなにまだちっちゃくて若そうに見えるのに。いや、実際若いでしょう、まだ小学生ぐらいかな、5歳、6歳ぐらいでしょうか。しっかりしてらっしゃる、ほんと。いやシモンさん、こんにちは。これだけの数の書物をご覧になるのは初めてでございましょう。ここには古代の文明に関する文献が集められておりましてね、その数たるや、なんと、ん？もしやその腰のものは。また腰のものが光っちゃった。いや間違いない、本物のシーカーストーンじゃないですか。実はこの私、恥ずかしながら実物を見るのは初めてでしてね、実際にどんなアイテムが入ってるのか教えていただけると大変参考になるのですが。かぐわしかしがいというコード、佐藤ここのがどう、そうアイテムは以上ですか。おや、あれおかしいな、基本アイテムが入っていないとは。何らかの理由で欠損してしまったのかもしれませんね。私はシモンと申します。あなたはリンクさんですよね、どうして名前を。インパ様からすべて聞いているのでございますよ。これインパさんとか、あの、かかりこ村にいた人と同じ服装してるの、これ皆さん気づきましたかね。そのものこそが快晴の眠りより目覚めし者、希望、名はリンクであると、ホープであると、ホープ、殴りがかけましたタイムマシンに。ああ、私としたことが、大事な報告を忘れてました。リンクさん、あなたにではなくてですね、あ、所長、聞いてください、所長。所長、ああそうでした、所長の紹介がまだでしたね。ほう、所長なら今ちょうどあちらに。あの方こそが古代研究所の所長にして、古代研究の第一人者、プルア様です。クソ可愛いじゃねえか。チェッキー。ここの所長はシモンじゃなくて私なのでした。うわ、騙されたー。チェッキーチェッキー。ほもほも。よーし、よーし、よちよちよち。可愛いね。染谷さん。うさんくさいおっちゃんなんだけどもな。ヒヒヒヒヒ。いらっしゃいませ。人生いろいろ、服もいろいろでし。染色素、なんかベルセルクに出てきそうなおっさんな、これ。すごい。しー。めっちゃ喜ぶじゃん、このおっちゃん。どうですか、染め直すならまた声かけてくだっち。120円。